移動を検知。興味深い。インスティチュートの命令に従います。敵を排除。隠れていればいいし、そろそろ死ぬ時間だ。戦闘を開始します。また耳がおかしい。殺害せよ。複数いる場合に備えて。
下はどうなっているんだ？何台と交戦して？それとも単に偶然なのかな？中庭付近の東棟にいるとの報告。第2拠点との交信が途絶えた。風光明媚なルートじゃないようだね。
入った。元の配置に戻れ。モーターはエレベーターに出勤している。素晴らしい。きっといい時代があったんだろうね。やった。ここは粋なおもちゃだらけだな。なんだ。
パスワードは知らない。本当なんだ。死ぬ。素晴らしい。知られない。やめてくれ。やめてくれ。彼は死んで当然だった。私のために来たのではないと分かっているけれど、自力では出られないの。あなたが助けてくれると信じなければね。傷つけはしないと約束する。選択肢はないみたいね。監視はパスワードを階段下の道具箱に入れたわ。それを使ってターミナルにアクセスして扉を開けて。殺すなら殺せ。ターミナルを使用し、で扉を開けて。ああ、ありがとう。なんて言ったらいいか。何も言わなくていい。どういたしまして。私のインスティチュート認識番号は K198。 でもジェニーの方が好み。まだ知らなかったらだけど、私は人造人間よ。コーサーを放ったのは知っていた。ただこんなに早く発見されるとは思わなかったわ。私も逃れたと思ったけれど、その後この傭兵たちに捕まったの。それでこんなことになった。改めて助けてくれてありがとう。補給品を探してから行くわ。あと聞かれる前に言うけど、これ以上助けはいらない。連邦は容赦ないわ。自分でどうにかしないと死ぬことになる。今度はもっといい状況で会えるかもね。そうなればいいんだけど。道を教えて。パイパー。はい、どうぞ。頭がはっきりする。いつも使ってるんだ。何か言いたいことはあるか。コーサーをやっつけたことが予想以上に広まってる。チップの解読ができる人を探さないと。二人がどこに立ってるのかわからないんだ。ここから見える物事はとてもいい。ここで人々を助けている限り、クタクタだけどね。以上だ。え？